ートコミックスシリーズいたずらなキッス、原作多田薫、脚色岡本蛍。家直樹様、はじめまして。私は F 組の相原ことこと言います。あなたは私のこと知らないでしょうけど、私は知っています。入学式の挨拶をした入江君の知性とかっこよさに憧れて2年間、同じクラスになる望みもないので、思い切って私の気持ち手紙に書きました。私、入江君のことが好きです。ちょっと何あれ、 F 組の相原さん、相手は A 組の入江君じゃないの。入江君ってあの IQ180 って噂の、何やってんのかしら相原さん。あの入江くん。え？私 F 組の相原ことこって言います。あのこの手紙読んでくれる？手紙？ええ。いらない。え？いらない。いらないって、あの読んでくれるくらい。俺頭の悪い女は嫌いなんだよ。そんな。告白して振られたやて、ことか。お前あんなガリ勉野郎が好きやったんか。大きい声出さないでよ金ちゃん。俺っちゅうもんがありながら、お前落ち着きなよ金ちゃん。それにしてもなんや入江の野郎、子供振るなんて許せんやっちゃう。これは俺に対する挑戦でもあるわけや。なんでそうなんのよ。もういいよ。よく考えれば振られるの分かってたのよね。エリート揃いの A 組と落ちこぼれの F とじゃ所詮釣り合わないしね。そりゃそうだ。私諦める。えらい、さすが俺のことこや。その俺のっていうのやめてよね。そういやことこ、お前んち新築したって言うてたな。もうできたんか。うん。でもさ、今時すっごい純和風なのよ。私は洋風の白いお家に憧れてたのに。白い家か。よっしゃことこ、俺が建てたる。お前がいつでも嫁に来られるようにがっつい家建てたるで。あのね、ことこのお父さんって板前さんだっけ。確か父一人子一人だったよね。うん、すっごい頑固じじ。そりゃお嫁に行くとき大変だわ。そうか、しゃあないな。ほな俺が婿養子になったる。ああ、そうと決まったら早うおどやに追うといた方がええな。あのね金ちゃん。めことこは何も心配することあらへんって。俺の熱意が伝わってみ、そこは男同士。金之助はん、あんたがそこまで言うてくれるんやったら、よっしゃわても男や。こんな娘やけど一つことこを幸せにしてやってんか。頼むで。うちのお父さん江戸っ子よ。てめえ持ってけドラム。そううまくいくかね。そうそう、地震雷火事親父って言ってさ、世の中で4番目に怖いもん。何地震。なんだ、大したことなかったね。うん、震度2ってとこかな。あれ金ちゃん、どうしたのよ金ちゃん。地震もう終わったわよ。ったく、さっきの勢いはどこ行っちゃったのよ。情けないんだから。そんなことでことこのお父さん説得できんのかね。地震は親父より格が上や。俺ごっつい苦手なんやね。昨日午後4時ごろ、関東を中心に地震がありました。各地の震度は東京の震度2の軽震をはじめ、千葉、横浜、震度1の微震でした。この地震により都内でただ1件、杉並区の相原信夫さん。信じられない。どうして建てたばっかりの家があんな地震くらいで壊れちゃうのよ。米国柱がシロアリにやられてたとはよ。あのデークの野郎ただお金からなっしょめ。
これからどうすんの、父ちゃん。心配すんない。捨てる神ありゃ拾う神ありだ。お天道様は見捨てやしねえぜ。あ、うんちゃん、そこんとこの角を右に曲がってくれ。どこ行くのよ。イリちゃんと言ってな、おいらの古いダチのうちだ。イリちゃん。ああ、昨日の騒ぎいち早く聞きつけてな、どうでもこうでも自分のうちに来いと言いやがる。泣かせるじゃねえか。いい人なのね。おお、天下一品だぜ。その上イリちゃんべらぼうに頭よくってよ、東大まですすいのすいと言っちまった。まあ見た目はおいらとトイトイで男前とは言えねえが、男は顔じゃねえぞ。男今じゃ大会社の社長さんだ。ああ、そこだそこだ、そこで友近くれ。あ、着いた男。うんちゃん、釣り合いらねえよ。ここ、え、入江。入江ちゃんはな、奥方とせがれさん二人の四人暮らしでな。おお、なんでも上のせがれさんはお前と同い年で、確か学校も同じじゃないかな。え、まさか。はい、ちゃん、イリちゃん、よく来てくれたな、アイちゃん。まったくひどい目にあったね。自分の家だと思って好きにやってくれよ。気兼ねなんかするなよ。すまねえ、イリちゃん。こんにちはぜ。何言ってるんだ、俺とアイちゃんの仲じゃないか。お、ことこちゃんか。はじめまして。美人じゃないか、アイちゃん。よかったな、ことこちゃん、母さん似で。年々あいつに似てきがってよ。なんだかあいつが生き返ったみたいなんで。そういうもんだよ。うちもそうだよ。だんだん親に似てくる。え、おじさんに。ああ、さあさあ上がってくれ。おい、ママ、相原さんがお見えになったぞ。このおじさんに似てる息子だったら、あの入江君ってことはありえないわ。よかった。でも同じ学年に入江って人他にいたかな。まあ、相原さん、お待ちしてましたのよ。あら、あなたがことこちゃん。もうなんてかわいい女房だよ、愛ちゃん。美人。ご厄介になります、奥方。いいえ、とんでもございません。まあ、大変でしたわね。こちらどうぞ。お楽になさって。今、お茶入れますわ。お兄ちゃん、相原さんがいらしたわよ。おい、ナオ、何してるんだ。降りてこい。ナオ、イリヤ君。長男の直樹です、よろしく。ほう、こりゃ立派なせがれさんじゃねえか。え、ほんとだ、奥方にで男前だね。お互い美人の女房を持ってよかったな。ほら、男、ご挨拶しねえかい。はじめまして。ってこともないんじゃない。え、え、お、知り合いなのか、お前たち。同じクラスか。クラスは随分離れてるけど、最近知り合ってね。そうだったのか。あ、そりゃよかった。お茶どうぞ、ことこちゃん。ほら、お兄ちゃんも座って。あ、ゆうき、こちらっしゃ。ゆうき。あ、入江くんのミニチュア。ゆうき、相原のおじさんとことこ姉ちゃんよ。ご挨拶は。はじめまして、次男入江ゆうき、小学3年生です。よよ、これはまた賢そうなお坊ちゃんだ。よろしくね、ゆうきくん。お姉さん、僕今宿題やってたんだけど、この漢字なんて読むの。え、どれ。木って字よね、これ。で、これは確かウリだから、キウリ。キュウリよ。キュウリ、バッカじゃないの。これはボケって読むんだよ。バラ科の落葉樹。17になってこんな漢字も読めないの、ボケ。
ボケ。あら、こら、勇気。いや、なかなかシャレっ気のある坊やじゃねえか。え、一本やられたな、コトコ。おじさん、この漢字なんて読むか知ってる？お、どれどれ。ゆるきくん、おじちゃんを見くびっちゃいけねえよ。これくれ遊びしめえよ。これはな、キュウリという字だ。あ、どうだ、当たりだろ。ブー、ナスだよ。ナスって字じゃないか。ふん、親子してボケナスだな。ゆうき、ビーで。性格まで入江くんとそっくり。ひょっとしてとんでもないところに来てしまったのかも。あ、中間テストの時間割よ。俺中間投げるわ。もう毎回投げてんだろお前は。1日目が原告、英語 B、 数値か。なんやことこ、えらい力入ってるやないか。私今回はやるわよ。あ、今なんか言ったことこ。金ちゃん、仁子、さとみ、私今度の中間テストはやるわよ。入江直樹を任してやるの。え？ちゃーはー、ごっつおもろいやんけその客。ああ、腹よじれる。本気よ。ちょっと大丈夫ことこ。熱でもあるんじゃないか。そりゃね、相手は学年一の天才。東京一よ。日本一かもしんない。そうね。でも私は頑張る。とにかく掲示板に名前を載せてみせるわ。名前が載るって、いつから全員の成績張り出すことになったんや。そんなんかなわんで。学年で100倍以内に入ってやるってことよ。はぁ、今まで F 組の人間で100倍以内に入った子なんか歴史上いないよ。私が歴史を塗り替えるわ。私やる。ことこが大変や。おい、救急車呼ばんかい。入江くんに勝てっこないことなんか分かってるけど、でもこのままバカにされっぱなしなんてあんまりよ。せめて同じ掲示板に名前を載せてやるわ。と決心したものの、全然わかんない。どこから手をつけていいのやら。わかんないとこもわかんない。入江くんは隣の部屋でこんな問題すらすら解いてるんだろうな。はい、お勉強大変ね、ことこちゃん。はい、お夜食。すいません、おばさん。わあ、おいしそう。いいわこういうの、なんか母親してるって感じで。ねえことこちゃん、ちょっと息抜きしない？は？これお兄ちゃんが小さい時のアルバムなの、見ない？アルバム？見ます。もう誰かに見せたかったのよね。よかった。わあ、かわいい。あれ、これ七五三の写真ですよね。お人形さんみたい。この女の子誰なんですか？入江くんの幼なじみとか？実はね、お兄ちゃんなのよこれ。え、だってどう見たって女の子。私本当に女の子が欲しくてね、服だって女の子用のしか買わなかったし。だからお兄ちゃんが生まれた時はすごくショックで。でもまあ買い直すのもなんだから、女の子の格好させちゃってたのよ。そうね、はっきり物心がついて嫌がるまで着せてたわね。これがあの入江くん？そうなのよ、おかしいでしょ。あら、お勉強のお邪魔しちゃったわね。ごめんなさい。いえ、とんでもないです。すごいもの見せてもらっちゃって。あ、もしよかったらその1枚いただいてもいいですか？もちろんいいわよ。じゃあね、あのこの水玉のおリボンつけてるのなんかどう？ええ、もうどれでもいいです。入江くんの写真なら。気に入ってもらえて嬉しいわ。あ、もう少ししたら
コーヒー入れてきてあげるから頑張ってね。わかんないことがあったらお兄ちゃんに聞けばいいわ。はい。お兄ちゃんに聞けばいいか、はあ、それができればね。へえ、それにしても小さい時のリエ君ってこんなだったなんて、ほんとかわいいんだ。ん？待てよ、この写真をイリエ君に。なんで俺があんたに勉強教えなきゃなんないわけ？だって全然わかんなくて。俺には関係ない。どうしても教えてくれないの？じゃーん、これでも。なんでそれを？おばさまから1枚だけいただいたの。他にもいろいろ見せてもらったわ。七五三の時のや、お人形さん抱いてるのや。お袋のやつ何考えてんだよ。返せよ。返してもいいけど条件があるわ。条件？中間テストまでの1週間、私に勉強教えて。それで私を学年で100倍以内にしてくれたら、そしたら返してあげる。お前を100倍以内に？そんなの無理に決まってんだ。やってみなきゃ分かんないわ。無駄だ。そう、それならこれをコピーして学校中に。ああ、どうする？100番って言えば A 組 B 組の人間だけで毎回埋まっちまうんだ。そんな中に F 組のお前を入れるなんて神業だ。だからその神業をなんとか。お前脅迫する気かよ。分かった、今日から1週間夜教えてやるよ。本当？ただし保証はしないからな。やった。俺がいくつか問題出すからやってみよう。いざ二人きりになるとなんだか緊張するな。2年間ずっと憧れ続けてた人なんだもんね。なんでこうなんだよ。公式に当てはめればいいだけだろ。入江君って本当にすごい、先生みたい。もしかすると先生より頭良かったりして。お前授業中何聞いてんだよ。お前の頭の中見たいよ。怒った顔がまたいいな。なんだかぼーっとしちゃう。バカ野郎、寝るんじゃない。おふくろ。ごめんね、お邪魔しちゃった。でもね、あんまり二人がお似合いだからつい。もう一枚いいかしら。ちょっと肩寄せ合って。何考えてんだよ。やっぱまた A 組の入江がトップか。反転よ。あれなんだ。え、ほら100番 F 組だ。 F 組の子が100番に入ってる。相原って誰だよ。入江君トップおめでとう。当然、あんなに勉強したの生まれて初めてだからな。そっちこそやったじゃん。うん、入江君のおかげ。返せよな。え、約束のもの。それから学校で俺に声をかけるな。いいな。うん。入江君ありがとうね。ありがとう。何がありがとうなんや、ことこ。え、あ、金ちゃん、お前ここんとこ様子が変やで。学校が終わると脇目も振らずうちに帰りよるし、挙句の果てが100番ってどういうことやねん。 だから勉強してたのよ、一生懸命。せやかって100番はないやろ。ありんくっちゃ失礼ね。私だってやるときはやるのよ。金ちゃんも勉強しなさいよ。学生の本文は勉学だよ、勉学。じゃね。あ、おい、こだこい。なんやあいつ、ひょっとして入江に振られて頭おかしくなったんやないか。そういや、今ありがとうなんて抜かしてたな。振られて礼言うやつがおるか。怪しいわ。金子つう怪しいわ。お兄ちゃん、ゆうき、お夕飯よ。わあ、すっごいごちそう。愛ちゃんおじさんが作ってくれたんだよ、ゆうき。プロの味だぞ。ゆうきくん、琴子お姉ちゃんも手伝ったのよ。け、何このドロドロ。揚げ出し豆腐。ああ、お前油まだ熱くならぬうちに豆腐入れちまったんだろう。え、あ、しまった、どうしよう。豆腐食べない。確かこの辺りやったんやな。ねえ金ちゃん、本当な
のか、琴子が入江くん家で暮らしてるって。信じられないな。こないだ琴子の後つけてこの目でちゃんと見たんや。そりゃ俺だって信じとうがないけど、事実は事実や。でもさ、どうして琴子入江くんの家になんか住んでんだろう。どうここへ。うん、あれ入江やないか。ねえ金ちゃん、覗き見はよそうよ。ちゃんとピンポン押してさ、こちらに相原琴子さんがいませんかって。アホぬかさ、そないなことしたら入江のやつが琴子を隠すかもしれへんやないかい。現場を押さえてやるに。入江の野郎、琴子にエッチなことでもしててみ、しばいたんと。そんなこと絶対ないと思うけどね。じゃあごちゃごちゃ言うだろと。庭の方へ回るで。いただきます。これが琴子ちゃんのお手製の揚げ出し豆腐ね。見たところは悪いですけど、多分味の方は。うーん、ゆき、いただいてごらんなさい。僕やだ。お兄ちゃん好きだったわよね、揚げ出し豆腐。遠慮するよ。ああ、じゃあパパがいただこうかな。どれどれ。おお、なかなか美味しそうじゃないか。料理は見た目じゃないよ、愛情だねえ琴子ちゃん。ん、どうしたのパパ。いや、うまいよ。愛情がひしひしと。じゃあパパに全部あげるよ。ありがとう。エリちゃん気使わねえでくれ。琴子は昔っから料理音痴で、とてもおいらの娘とは思えねえやつなんだ。このまんまじゃ嫁にもらってくれる人があるかどうか心配で。平気ですわよ、相原さん。琴子ちゃんはうちでもらいますから、お兄ちゃんのお嫁さんとしてね。私いろいろ考えたんですけどね、相原さんも琴子ちゃんがお嫁に行っちゃったら一人ぼっちでしょ。だから琴子ちゃんと一緒にうちに来られたらいいのよ。おお、そりゃいいな。私は賛成だよ。でしょパパ。どうだい愛ちゃん。そりゃ見ず知らずのうちに琴子をやるのに比べたら。お父さん、どうだい、思い切って今建てかけてるうちを中止して、いっそうちを改築して。反対。僕反対。そうよ、勝手に決めないで。お兄ちゃんだって嫌だと思うよ、この人頭悪いしさ。なんてこと抜かしとるんやん。俺もう我慢できへん。乗り込むぞ。待てよ金ちゃん、落ち着いて落ち着いて。誰が落ち着いておられるか。未来のお姉さんに向かって。お姉さんなんかじゃないや。いい加減にしろよ。お兄ちゃん、自分たちの都合で決めないでくれる。人の人生で遊ぶなよ。だって私琴子ちゃんは絶対お兄ちゃんのタイプだと思ってたんだもの。俺が？まさか逆じゃないの。逆？そう、カチンカチンに緊張してさ、この手紙読んでくれる？入江くん。手紙って、じゃあのもしかして琴子ちゃんお兄ちゃんのこと？あのはっきり答えろよ。琴子ちゃん、ラブレター書いたの。じゃあさっきの案は夢じゃないのね。ちょっと待ったれ、さっきから聞いてりゃ勝手放題抜かしやって。金ちゃん、なんだ君たちは。チンコとサトミまで一体どうしたのよ。金ちゃんが琴子がここにいるって言ってさ。私たちはちゃんとピンポンを押して、琴子ちゃんのお友達。ええ、そうなんですけど。あ、どうも入江家の皆さん、お初にお目にかかります。俺、いや私琴子さんと同じクラスの池澤金之助と申します。琴子さんとはクラスでも評判のホットな関係なんです。なんだと。あ、ひょっとこして琴子さんのお父上であられますか。はじめまして、金之助でおます。まあ琴子ちゃんにこんな人が
違います、全然関係ないんです。恥ずかしがらんでもいいってことこ、まあ、そんなわけやからちょっかい出さんといてもらわなあな、入江くん。全く出してないよ。ほへ、さよか、ほら安心したで。そりゃそうやろな、あんたら全然似合わへんもんな。そっかそっか、まあ孤独かて、ちょっと魔が差して手紙なんぞ書いただけやし、あんたの方はもともとなんとも思ってなかったわけやしね。そんなことわかんないよ。え、なんやと、どういう意味やねん。人の気持ちなんてわからないってことさ。今日は嫌いでも明日は好きになってるかもね。なき、なんやて、やっぱりお前こ孤独に気があるな。さあね、だけど彼女はあんたより俺に気があるってことだけは確かだね。じゃあ俺2階に行くよ、ごゆっくり。入江くん、なんやあいつ、こらまたかい。ちょっと金ちゃん落ち着いてよ、すごい、すごいわ、お兄ちゃんがあんなこと言うなんて。聞いた、琴子ちゃん。おばさん、これはいけるわ、頑張りましょう琴子ちゃん。なんだって直樹、お前今なんて言った。だからさ、俺は東大なんて行かないと言いたいけど、先生たちがそうはさせてくれなくってね。願書を出してあるよ、でも受かっても行く気はないよ。お前父さんの僕に行かんと。別に魅力感じないからね。じゃあどこに行くと言うんだ。さ、学食のうまいとこでも行くかな。いいか直樹、お前人生をなめてるとそのうち偉い目に遭うぞ。ぜひ会ってみたいね。お前というやつは。あら、お兄ちゃんもいたの、ちょうどよかったわ。琴子ちゃんとケーキ焼いたの、みんなで食べましょう。お紅茶でいいかしら、パパ。ママ、直樹は東大には行かないそうだ。え、だって大学センター試験もトップだったのに。なんで、お兄ちゃんが行かなかったら誰が行くのさ。そうよ、入江君の頭脳は日本の宝だわ。お、たまにはいいこと言うじゃん。琴子の頭悪い菌にも感染しない強靭な頭脳だもんね、お兄ちゃんは。ゆき君、それ言い過ぎ。お前はさ、大学行って何すんの。え、何するって、だから勉強したり。好きでもない勉強しにまたわざわざ行く機会。そりゃそうだけど、でも勉強だけじゃなくて、クラブとか友達とか、将来何になりたいか。そうよ、自分を探しに行くのよ。ふーん、お前ってなんでそんなに一生懸命になれんだろうな。勉強にしても料理にしても、それで今度は自分探しか。で、一生懸命やるのなんでそれができねえんだろうな。感心しちゃうよ、なんか羨ましい気がする。羨ましい。そう、俺もう寝るわ、じゃあおやすみ。羨ましいってひょっとして私褒められた。私今入江君に褒められたんだよね。王子卒業生代表、入江直樹。はい。入江さんの東大行かないの。このまんま上野大学に行くんだってさ、理工学部。校員矢のごとし、僕たちが3年間過ごしたこの校舎とも今決別の時を迎え。そして例の噂の F 組の相原とかいう子。あの噂本当だったのか。入江くん、気持ちがあの日に、入学式の日に戻るわ。初めて入江君を見た日、あれからもう3年も経ってるんだ。まさか一緒に暮らすようになるなんて、あの時は思ってもみなかったな。クラスは随分離れてるけど、最近知り合ってね。お前授業中何聞いてんだよ。お前の頭の中見たいよ。好きになってはもらえなかったけど、入江君の頭の中にはいろんな私がインプットされてるんだわ。卒業証書授与、3年 A 組青木忠。はい。安藤純一郎。はい。
私の青春の大事な大事な1ページ。春からは入江君と同じ大学に通うのね。それは学部は違うけど、でも同じキャンパスに入江君と通えるなんて、新たな進展があったりして。ちょっと男、何にやけてんのよ。もうすぐだよ。おばさんも言ってたわ。頑張りましょう、琴子ちゃんって。相原琴子。そう、頑張らなくちゃ。ガッツある飲みよ、相原琴子。